笑ってんじゃん。さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。ウタ、アサメです。はい、というわけで、はい、前回私たちコストコで7万円分の爆買いをしてまいりました、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にたくさん買ってきて、今回は食べ物が多かったのでコストコパーティー開いていきたいと思います。イエーイ。だから前回ね、コストコパーティーしたんだけど、うん、なんかすごいチャッチかったの、うん、少なかった。そう、だから今回はすごいいろいろあるので、まあ、レビューしながら食べていきたいと思います。それでは行きましょう。せーの、いただきます。いただきます。これが、山形県産のお肉です。いただきます。お肉、私はマキシマ。みんなこれうまい。あ、危ない。あ、くそ。いろいろ詰まってましたね、短期間で。いただきます。うん。歯ごたえあるって感じだね。うん、こう、めっちゃ硬くてとかじゃなくて。肉肉しい肉って感じ。おいしい。これ牛タン。マジでね、コストコの牛タン超分厚いから、うん、あの、焼いた時に切った方が多分食べやすい。うん、超美味しい、うん、これ、はあ、かわいいでしょ、ベイマックス。でもなんか飲むとこがさ、こう内側に入ってるからさ、飲みづらい。確かに。それこそ言うな、文句言っちゃいけないよ。パンマ、はい、うん、ほら、見て見て、あいまいや見て、うん、なんか分かりやすそうにさ、縦ラインがさ、うん、甘とご飯系、よくわからん系みたいな。だってフルーツとサラダにエビエビで、うん、お肉も食べてな、うまねえ、うん、隣の人が何ですか。お腹ポンポンしてます。そんな食った。もうポンポン、つまめ食いしてた、うん、食ってたんかい。なんか今の時期だからかわかんないけど、チョコ系がめちゃくちゃあったの。ああ、確かに。だから、ね、下も量多いから、なんかお友達とかにあげるのに、うん、いろんなの買って、いろんなの詰め合わせたから、友、うん、チョコ全然いいなって思った、うん、確かに。バレンタインだもんね。やばい、うん、バレンタインだ。バレンタインだよ、うん、どうすんの。どうもしない。なんかもう1年って本当に早いんだねって思う。それな、うん、いろいろあった。なんか何あったって言われたら思いつかない。別にビッグニュースがあったわけではないけど。楽しかったか楽しくなかったか。楽しかった。おお。やばい。なんかいつものパターンすぎて草超でかい。わかります？ほら。うん。すごい。甘くない？超甘い。めっちゃみずみずしい、しかも。うん。果物食べてた毎回思うのがさ、うん、これを食べようって思った人すごいなと思うんだよ。あー、だから なっててこうなってて食べようと思うもの。じゃあエアなら、はい、こうやって例えばなってました、うん、通りすがりだとします。一回触ってみて。あ、行っちゃったでもこの人は完全にイチゴを食べれないって思って行っちゃった人ですからね。だってうん、なんだろう、果物だったらうまい、うーん、ドーナツって最高。なんだろう、スイカとかさ、やっぱ甘いもん、割んないと分かんないじゃん。あー、くそ、何も入んねえ、もう。おいしそう。うまー、ピーピーになってる。うんうん、これ正解。絶対何が一番来てるかな。指で触っちゃったからごめんね、本当にごめん。指で触かな。あ、ありがとう。唯一言えるならもしかしたら。でも先ほどのままだった。いちご一つ許せないのがあるんだけど、出た、まあ人それぞれだけどさ、いちごに練乳かける人許せない。目かけるよ。許せない。でも練乳かけないと食べれないっていう人もいるよ。あー、まあいる。ベースの、うん、これだけなら永遠に食べれるってものある。漬物出たの。とりあえず一回やってみて。いや、やって。寝起き漬物やらせよ。やらせる分にはいいよ。目は食べない。うちも食べないけど。なんでだよ。もうやめな、サミ。これはエア。え、これエア。もうや、もうこれはエアだよ。もうや、一番最初にエア。これ食べよ。これ絶対食べって言ってたのはエアです。え、ちょっとお股でブーブーやめてほしい。
どんな感じ？うわーうわーって感じで、もう花見にとっては天国で、もうだって夢だもんね、これ買ったのが。そう、夢だった、うん、ずっと誘われてたんです、コストコ行こうって。そう、フランがね、連れて行きたくてしょうがないって言っていたので、うん、メイが誘ってあげて。あ、そうなの。そうそう、あ、アサミが行きたかったんじゃなくて、ウランがアサミと一緒に行きたかったから。まあいいよね、メイを、まあいいよ、連れて行かせたい。なるほどね、車出したいよってウランが言ってたから、だったらそれは乗るしかない。そんな立候補するという。送迎したいです。みんなバレンタインは何かしますか？バレンタインだけ教えて。マジでね、車組見てる子たち、恋大きい女、恋大きい男結構いっぱいいて、うん、俺思う、隣の席になれましたね、わかる、 LINE ゲットできました、うん、みたいな広告がめちゃくちゃ嬉しい。普通な、高校生の時そういう恋愛したかった。わかる、全くなかった。なんかキュンキュンするよね、うん、なんか漫画みたいな恋愛したかった。わかる、少女漫画とか見すぎてて、だってあると思ってたもん、最初の頃。わかる、こういうあっっていう、うん、絶対わかるじゃん、隣にいるんだもん。そうやな、だからなんかこのまま夢見ちゃいけないなと思って、少女漫画からジャンプに変えた。一番意味ないなって思ったこと今思いましたけど、うん、小学校の帰り道にちょっと大きめの石を見つけたので、うん、それを切りながらある時帰ったの、うん、家までね、うん、そっから1週間か2週間ぐらい、その行く時もその石を蹴って学校まで行って、うん、ちょっと学校の離れたところに置いといて、帰りもその石を蹴りながら、うん、帰るっていうのをずっと続けてた。あ、すっごいつまんない。なんかさ、小学校の子って本当にさ、そういうことに時間割いてた。わかるわかる、何してたんだろうと思って。いや、でもそれが自分の中でのブームなんだよ。そうそう、マイブームだった、その時の目にとっては石ころころがしが、うんうんうん、うちは車乗ってる時に、うん、中央のさ、線がさ、こう途切れ途切れになるの分かる、うん、それをずっとあの頭の中でリズム取ってんの、こうふ、踏んで外して、踏んで外して、こういうリズムをずっと自分の中でってやってたりとか。信号と信号の間だけ、信号ついたらこうやって、信号からも出発したらこう案内して、また止まったらこうやってっていうのをやったりとか。もっと楽しい話して。綺麗な話にしよう。何で綺麗な話って言ったら、え、じゃあ踏み転がし。踏み転がしってさ、うん、なんで話広げられんの。動物の森にさ、あったよね。え、ふんころがし、ふんころがし、嘘、いたいた。そうなの。うん、トモコレやってた。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 なんかさ、嫌いなやつの部屋めっちゃみすぼらしくさ。あー、わかるわかるわかる。あと、服変なのにしたりとか。囚人の服あー、わかるわかる。ゼルダの伝説待ってた。あー、聞いたことある。リズム天国。うわ、あ、懐かしい。あれが好き。あのさ、はい、はい、はい、みたいなやつ。かーもねってやつ。あ、かーもね。かもね。なんだっけ、あるよね。だからさ、たまに言ってるのか。かもね。かもねって。かもね。かもね。ほら、ほら、ほら。ポケモンとか、あ、ルビー&サファイアとかエメラルド。うわ、懐かしい。ルビー&サファイアとか、そう、そこら辺はやってたかも。分からん。男の人で、関西の人じゃないのに LINE だと関西弁になる人。ああ、っているじゃん。いるわ。例えば何か言ったら、せやな、そう、とか、なんとかやないかいとか言ってくる人。はぁ、あ、何あれ。てめえ大阪じゃねえやろ。そう、本当に叫んでたからね。男の人が別にいいんだけど、なんかピエンの絵文字とか使われると、おって思っちゃって。絵文字を使ってこうよ。いや、絵文字はいいよ。ピエン、ここでピエン使うかって。ピエンのマークだったらまだいいし、ピエンって言ってくるやつは、いや、それはアウト。ピエンじゃねえやろってなる。うるせえうるせえ。あと私、あの、いくら仲良くても、どんだけ仲良くても、ずっと LINE
することができないの。わかるよ。何そんな話すことあるみたいな。めっちゃわかる。わかる。え、うちなんかバイバイした後も、うん、え、聞いて、今こんな子だってこんなになったんだけど、え、受ける、え、こっち今こんな感じみたいな、あ、なんかこう常になんか話してる感じ。でもなんかうち来ないのが寂しくて、あ、そう、裏ねじゃないもん、うん、はい、おしゃべりってなるとめっちゃめんどくさくなっちゃって、うんうん、なんかいきなり目既読、あ、既読無視とかしたり、うんうん、急になんか変な写真送ってきたりとかなんかどうしたみたいな、で、それに返して、うわ、面白いって言うと既読しちゃうみたいな、どういうこと。一番返してない人だと1月9日、え、それそれ、どういう LINE を返してないの。内容はない。え、内容はなんかあのゲームしないみたいな、ゲームしに来ないみたいな電話で誘われてるんです。そう、エアは撮影中もいじってるくせに LINE を返しません。そうそうそう、逆に今返したら行くって、そうか、今度にするねって遅えよ、もういいわ、忙しいから行かないって感じか。あ、行けなかったのか。そうそうそう、断るのってさ、めんどくさいよね。めんどくさい、うん、なんか LINE とかだと余計にめんどくさくなる、うん、なんかなんて返したらいいんだろうって思って。そうそうそう、でも断ることあんまない。そうなの、うん、行きたくないってなんないの。嬉しい、誘われたすごい嬉しいんだ。誘われることがないから、うん、クリエイターの皆さん、ウランをぜひ誘ってあげてください。はい、お願いします。ちなみにあの、私とエアは行かないんですけど、ウランはいつでも行けるだってめっちゃ聞かれるもんなんか遊んだ人とかにさ、エアちゃんと遊びちゃってクリエイターの友達作る気ないよねって言われて、うん、なんか自分からはいけないみたいみたいな。いや、作る気ないからね、別に。そう、だから自分から行くのがみたいな感じらしいよ。そもそもあの、来られたことがないから、その、例えばうちみたいにさ、今日は誰々とご飯行ったとか、うん、そういうのが上がってれば、あ、なんか行くんだ、じゃあ誘ってみようかなって多分なるんだろうけど、それが一切ないから、あ、絡めたくないんだっていう認識だと思う。それすらないし、その、仲いいって言ったらクレマグの写真ばっかとかじゃん、うん、だから、あ、身内だけでいいんだみたいな感じらしい、うん、だっていないんだもん、うん、あげる人が。みんな遊びたいって思ってる、うちより二人も。いや、ネガティブ発動してやめてもらっていいですか。言い切ったタンクになる。壊れた、壊れた。笑ってんじゃない。言えない、おこがましく言って、一回言って言ったら、叶うかもしれない。誰でもいいです。もっと誰もいい、誰でも好きになっちゃう。食べるのが好きな人。エアはどういう人だよ、友達ね。エアは、サバサバしてて、うん、口悪い人、うん、で結構好き。でも本当に友達は全然欲しい、欲しいです。本当だ。全然欲しいです。でも欲しいよね、うちら普通に、うん、だから、ウランは親しみやすさが出てる。わかるかもしれない、ね、だって初めてウランに会った時、なんか、あ、この人このままな、このままなんだなって思って。そう、もそう思った。なんかとんがってもなく、それ以上しつこいわけでもなく、ね、これでとんがってたら最悪なのなんか、ワイワイしたい、パリピになりたいってこと。じゃ、そういうことじゃなくて、今は本当できないけど、前だったら普通にどっか遊びに行くとか、なんか一緒に動画撮るのもそうだけど、うん、動画撮りたいですっていうあれは言うの。友達、なんか友達同士、え、じゃあ今度来る、うん、じゃあ一緒に動画撮るぐらいのがいい。そういうなんかみんな結構やっぱりさ、仲いい同士でやられたりとかするからさ、音が友達とかね、そう、なんかコラボだけがになっちゃうのがすごい嫌で、なんか普通ね、食べて語ってる動画とかに、そういうなんかゲストじゃないけど、たまたま遊びに来てるから出ちゃったぐらいとか、そういう友達のあれが欲しい。なるほどね。そういうのがいないんだよ。そう、うちらの場合は。何が違うの？逆に友達が多いクリエイターさんとうちらの違いって何？うちらか。あ、ここでもう楽しんじゃってるから。仲良すぎんのかな。じゃあもう、だからしょうがない。じゃあ分かるよ。それはしょうがない。だって楽しいんだもん。楽しい。うん、実際楽しい。冷えたタンもうまいもん。うん、うん、私は、あっ、ピッチッチッポーイ。
あと本当に高校生、中高生ってすごいと思う、うん、特に高校生、はい、君たち、本当に偉い。毎朝早く起きて、学校行って、部活やって、バイトやって、遊んで、うん、本当にすごい。毎日同じ時間に起きれない、ね、いや、だってあの時何時に起きてたの？7時にはずっと起きてたよ。リップだけめっちゃ塗って、うん、で朝、朝礼の時はマスク。そこまでしてもリップはしてた。はい、でももうなんかつけてるのバレてるから、うん、マスク取れって言われるの、うん、マスクしてるとね、うん、まあ一応取る、うん、そしたらメイク落としと渡されるから、それはそのまま捨てる。うちだったら多分あ、分かりましたってやるかも。本当に絶対やるらしい。本当それ、うん、本当。じゃあ今やってみる。うん、大丈夫。嘘でしょ。終わらせよ。やだ。終わらせよ、もうそろそろ。絶対やだ。ダメダメダメ。やだ。はい、絶対やだ。本日終わりたくないんだってば。ありました。お願いだから。ね、もうちょっとやらせてくれ。3時間は取ってるかと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いします。終わりたくない。余ったやつはね、明日、今日の夜ご飯にしたりとかしますので。やだ。ぜひまた。やだ。次回。やだ。お楽しみに。やだ。バイバイ。やだ。いいじゃん。見たいよ、みんな雑談だって。おい、止めんな。おい、つけっぱなし してくれ。もう一個、もう一個エンディング、エンディング。みんなの好きな食べ物は卵。君、さっきからも撮ってないけど動画、うん、企画終わってからどんだけ食ってるの。何食った？チョコレート、うん、8個ぐらい食って。そんな食ってね。食ってたよ。5個だ。いや、8個食ってた。あとは？何食った？カップラーメン。カップラーメンは一口だろ。残してる。あと、裏にそうで。何食ってたよね。あれ、うちが食べようと思ってた海鮮丼食われたし。お願いだから企画中に食べてください。本当にお願い。本当にお願いします。これが好きなの。ダメ。動画外で食べたい。やめてください、それは。うん、だそしたら経費落ちないからね。え？全部エアの自腹で7万円。本当に払ってもらうよ。やだ。だって動画のために買ってんだからさ。うん。で、ちょっと待って。本気で怒るよ。ごめん。本当に怒ってる、今。美味しそう。美味しそう。うま。パン食ってる。え？パン。パンはもういいんだよ。クッキーが迫ってんだよ。知らないよ、そんなの。クッキー食べろ、お前。クッキー買ったじゃん。バラエティそれは全然食っていいよ。カメだ。それは全然。全然エアしか食わない。それは全然食っていい。でも、順番が違うね。これはいつまでも食うから。確かに。クッキー食って。え？クッキー。いや、20枚ぐらいあるから。大丈夫。お願い。大丈夫じゃない。お願い。食べて。お願いします。絶対食べて。皆さん、この人をどうにかしてください。社会人の皆さん、会社の会議中にいろんなものを食ってる人どう思いますか？この人は社会人です。社会不適合者だから。いいように使いやがって。じゃあ謝って、とりあえず。全国の皆さんに謝って。